前回翔平がレガシーメタル初打ち行ってまいりましたが、今回は翔平図が誇る強打者たちのロンティーになります。2人とも翔平図でホームラン打ったことある強打者、ホームランアーティスト2人によるロンティー、とんでもない打球が飛び出しました。本編をどうぞ。村山君、はい、メタル、はい、初打ちということで、はい、意気込みをお願いします。こうやって見えてます。こうやって見えてます。風えぐいけど大丈夫？大丈夫です任せるよ、タイミングは。村井君、どう？どう？どう？ちょっとやっぱ重さにまだ合ってないでしょ。合ってないですね、まあ、ね。いつものレガシーとちょっと違うんで。そうだね、ちょっと重いから。いや、この 20g とかね、数 g でもちょっと感覚変わるよね。はい、そう、まだ慣れてない。そうだよね、まあこれからっすよ。そう、やばい。おお、ナイスキャッチだな、ステイカーでも結構飛んだぞ、今回すは早いですね。キャッス、おフリーズ。風やばくない？風がちょっと集中をちょっとあれじゃない？来たんじゃない？どう？戻ってる？ちょっと取ってないですけど。ラスト決めちゃおうぜ。決めちゃおう。わー、いったわ。わー、戻ったね、やっぱ。はいっす。さあ、メタル打ってみてどうでしたか？どうでした？ちょっと風が強かったんで。まあ、柵越えそうだよね。そうですね、柵越えできなかったんですけど。そうなんだよ。まあ、でも打感的なさ、打感は悪くはない。ちょっと、硬いのかな、気持ち。うんうん、っていうのがあるんですけど、打感は悪くないのと、打球のスピードですか、ゴロ打った時とか、ライナーとかちょっとこう、勢いが全然違うっていうのは感じました、うん、はいはいはい。勝てない時にちょっとそうだよ、ロンティーとかしたらもっと気持ちいいんじゃないかな。そうっす、風あってもあんだけ飛ぶんだよっていうところで、うんうん、逆に重さはなんか感じた。そうっす、なんか自分、みんな軽いって言うんですけど、自分はちょっと重く感じるかな。あー、まじ、今、自分85のレガシー使ってるんですよ。ああ。ちょっと重く感じるっちゃ。これ84だからな。そうだよ。はい、ありがとうございました。よくね、来てくれるから。ちょっと軽くいきまーす。あー、でもどうだ、これ
てもらったんだ。あ、戻るんだ、これで。じゃあ戻るよ。そうなんだ。これで戻っちゃうんだ。そう。うわ、全然戻ってる。俺のクリス分かったっしょ。やばい。わあ、行ったんじゃん。わあ、行ったんじゃん、これ。マジ？えぐい。えぐい。じゃあもうオッケーです。オッケー。じゃあケント君、はい、初メタルということで、はい、風やばいけど今ちょっと一個前レガシーでなんか叫声しやがって俺がちょっと悔しいんだけど、はい、メタルでどれだけ飛ぶのかちょっとあのさっき、はい、軽くレガシーも打ったと思うんで、はい、それを比較しながら打ってもらっていいですか。わかりました。はい、お願いします。頑張ります。お願いします。メタルいきます。打球、打球やばいだろ。打球えぐ。やばい。あ、これいいわ。やばいやばいやばい。どこ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 。あの林の中段ぐらいまで。やば。いいっすね。これ変えよ。やば。超飛ぶ。ミドルよりトップの方がいいんじゃない。ワンチョキで入ったし。あ、風収まってんな、ちょっとずるいな、ちょっと。やば。入んないか。はやっ。さあ、じゃあ打ってみて感想をお願いします。めちゃくちゃ振りやすかったです。ほら、いや、自分普段85のレガシー使ってるんですけど、ぜひとも85センチ、水野さんお待ちしてます。今すぐ欲しいです。今すぐ作りましょう、水野さん。でもヘッドが重いんで、やっぱ上級者向けって言われる理由もなんとなく分かりました。やっぱ普通のミドルと比べて重心が先の方にあるんで、まあ、返した時も打球も飛びますし、逆に速いピッチャーの時にちょっと刺されちゃいそうな感じがしたんで、まあ、そこの間合いの取り方を、まあ、今後買った時に練習していけば、まあ、打球もこれ以上に飛ぶと思うんで、皆さんぜひ買ってみてください。僕も85台で買うんでお待ちします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。